星塚古墳は奈良県桜井市大原にある古墳。形状は円墳。奈良県指定史跡に指定されている。奈良盆地南東部五破列山から大原川に向かって伸びる尾根の一つに築造された大型円墳である。これまでに1958年に測量調査が実施されているが、発掘調査は実施されていない。墳形は円形で直径約43メートル。 高さ約7メートルを測る。噴球は2段蓄生。噴球表面で吹き石、埴輪は認められない。また、噴球周囲に集合は巡らされていない。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、南南西方向に開口する。花崗岩の巨石が使用された、石室全長15.4メートルを測る、大型石室であり、桜井市内では、 赤坂天皇山古墳に次ぐ規模になる。石室の原室内には二条山産業海岸製の組合式石棺が据えられる。副葬品はつまびらかでない。この腰塚古墳は古墳時代後期の六世紀末陽頃の築造と推定される。代表的な後期古墳の一つとして位置づけられる古墳になる。西方の同一を根上には他にも石室古墳が分布しており、 本古墳との関係性が指摘される。古墳域は1959年に奈良県指定史跡に指定されている。石室原室中央に組合式石棺。主体部の埋葬施設としては両袖式横穴式石室が構築されており、南南西方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室には花崗岩の自然石の巨石が使用される。 壁面は、原質では、奥壁、側壁とも基本的に三段積みで、上段をやや持ち送る。奥壁、前壁はいずれも垂直に積まれ、特に前壁の三上石は巨大な石になる。沿道の石は、やや小さめで、二段、または三段に積む。天井石は、原質では四国、沿道では四国。石室内には、拳台のつぶ手式が認められる。 石室の特徴的には、赤坂天皇山古墳との類似が認められるほか、カラス土塚古墳とは、ほぼ同一設計になるとして注目される。原室内には二条山産業海岸製の組合式石棺が据えられる。床石は二国が残存するが、保存溝の形状からはもう一国存在したとみられ、推定復元で、長さ3メートル。 1> 幅1.25メートル程度の大きさになる。ありがとうございます。